BMF ストレッチをやるっていうふうに言ったんですけども、あれによって足がすごい上がるんですよね。でまあ今日ちょっとそれはなしなんで、ちょっと足が低かったらそのせいだってことにしといてやってください。でですね、ハイキックを、まあ、やるんですけども、普通キックミットとかを蹴ってしまうと、フリーズキック感覚が養えないんですよね。試合の前に相手のこう首をハイキックで刈り取って倒すイメージをつけるために、ミット硬いやつじゃなくてこのタオルを使ってやります。実際にこのくらいに、持ってもらったタオルをハイキックで振り抜くというんで、自分のその技の綺麗なのをチェックすることをやります。何回かやってみます。あ、すいません、しっかり持ってください。はい、やり直しです。で調子がいいとこうやってパシンとかいい音がする。これだとタオル使うと硬くないんで怪我しないんですよ。試合前にやるとしてはこれが最適かな。